る知ってるタララン、タララララン、あのさ、あのアデリーペンギンっていう、そのなんだろうな、アデリーペンギンっていう、よくさ、あのコラ画像みたいなのでもさ、真ん中にペンギンがいて、その周りをあのペンギンがすごいなんか罵倒してるみたいな画像、みんなもさ一度は見たことあるかもしれないんですけど、あれのその罵倒してる感じのね、なんか目になんか光が入ってないペンギンがいるんだけど、そいつがなんかアデリーペンギンって言うんだって。アデリーペンギン、いや、アデリーペンギンがね、めちゃくちゃドチクショーだっていう話をね、みんなにしたかったの。なんかペンギンってさ、あの子供を産む時ってさ、まあ、地上に出てくるわけじゃん。水からプンプンプンって出てきて、お母さんペンギンがなんかこう地上で卵を産むんだけど、ペンギンってその卵を守るために石とかを、小石とかを持ってきて、そのね、あのペンギンの卵のとこ囲むの。その石もさ、いろんなペンギンがさ集めてるとさ、もう限界があるわけじゃん。集められる小石の数にも限りがあるから、危ないよ危ないよ、卵だよ。風間殿も見てるよ。風間殿も一緒にお勉強する？ドチクショーペンギン。そう、ドチクショーペンギンなわけ。お父さんペンギンが何食わぬ顔で、そのお隣のね、小石をね、普通に盗んでいくわけよ。ねえ、同じ種族なのに。まあ、でもそこまではさ、まあその、守るためには、家族守るためにはしょうがないよねって。で、そのさ、まあ、海に、魚とか取りに行くんだけど、まあ、天敵となるさ、アザラシとかさ、いっぱいいるわけじゃん。どうやって自分の身を守るかっていうと、アデリーペンギンは、その近くのペンギンを突き落とすんだって。ドン。まあ、水の中に天敵がいないかを確認して、やるんだって。の生贄にするんだって。恐ろしいよね、人間に似てるね。人間に似てるねって。恐ろしいよね。髪の毛分けます。あ、そうだった、イルハ殿のポニーテール、プチーン。プチーン。ブーバカ、変態、うるさい、もう知らない、知らない。バカ、変態、ド M だね。 You are 変態。バカ、変態、うるさい、もう知らない、もう知らない。